滋賀の経済情報が集まり発信する番組滋賀経済今週のコメンテーターは野村証券大津支店の平和也さんですすよろししくお願いしますさあまずは特集ですが山室グループですあの木製のパレットを作っている会社なんですが実はですねエネルギー事業にも参入しておりましてどんな事業かお分かりになりますか えー、太陽光ですか流れからいくと今多いですよね、はい、実はですね使わない木をチップにする技術を生かしましてバイオマス発電事業に参入したんですね、はい、私現地でその施設を見せていただきました米原市に来ていますこちらがですね山室グループの本社がある場所なんですけども本社以外にもですね関連の会社がずらーっとご覧のようにあります そして中に入っていきますととにかく広いんですよあちらバイオマスボイラー木材乾燥システム何を熱処理してるんですか、えー、主にパレットですとか木箱ですね、はい、そういったものをしていますす熱処理は何のためにお客様によってどうしても木材水分含んでますので、まあ、濡れてしまうと、えーまあ、問題があるというお客様に対しては、えー、こういった乾燥の処理をさせてもらってまあ 製品が塗れないといとう状態を作っています山室グループの中核企業山室木材工業株式会社1967年木製パレットの製造販売から事業を始めたこちらはどういった現場になるんですか、えーまあ、こちらの方でパ、えー、レットの方を作っておりますあ,あ割と手作りなんですね,そうですね、えー こういった感じで、手作りのパレットもありますし、はい、えっと、自動の、え、機械の方で自動で作ってるもらいました。ああ、なるほど。パレットは、はい、主にどういったところに出荷されるんですか。はいまあ、主にあの製造業、えー、運送業様のお客様のところで出荷しておます。月どれぐらい作っていらっしゃるんですか。えー、大体一日に二千五百台、えー、月間で六万台ほど作ってます。千九百八十四年からは。 木質燃料チップを生産一辺の木材も無駄にしないという考えで木質廃棄物をリサイクルしてきたこちらはどんな作業をしてるんですか、はい、持ち込まれた木材をですねラインに投入しましてです、ね、あの細かく砕く作業をしてる工場になりますいろんなものが混ざってきますよねそうですね基本的には手作業でラインで選別員がおりますので紙の原料になるものは選別させていただいて。 で燃料になるものをラインに投入しまして燃料になるチップを今製作しているような状況です。1990年には関連会社のサンファミリーを設立。山室グループの第二の柱となる人材派遣業を始めた。もとはあの山の木材という会社の中でなかなかあの人が寄らなくってまあ三経営という会社でしたんでまあこの山の木材の関連としてまあ人材派遣をさせていただいたんですけれども。 本社が前原市と、で、長浜の営業所と、そして、大垣市と。で、あの、八日市と、今、水口の方に、まあ、営業所を構えているわけなんですけど。主に、あの、ブラジル人を主体として、まあ、地域の方の企業さんに、あの、提供させていただけるような。ことを考えております。木材、人材派遣に続く、第三の柱は、エネルギー事業。2015年1月。 イブキグリーンエナジーバイオマス発電所が運転を始めたあのこちらの方はあのバイオマスボイラーといいまして中で木材をチップを燃焼させるための設備がありますどれぐらいの発電量なですか、えー、私どもの規模は一日、えー、3550キロワットの発電をしております、まあ、一般世帯に例えますとだいたい6500世帯分の電気を作ることができます1日でです、ね、そうです、はい、かなりの 電力ですねそうですねあの、この地域の前原市であれば、約半数世帯分の一応電気を、まあ、賄う規模を私ども持っております山室木材工業が製造した木材チップを発電に使っている私どもはあの木材チップを1日140トン利用しまして、これをバイオマスボイラーで直接燃焼しまして、そこから発生しました蒸気を利用しまして。 さらに蒸気タービンそして発電機と行いまして1日大体いい3550キロワットの発電を行っております今私たちがいるこのお部屋は何のお部屋なんですか、はい、こちらの方は24時間監視するための中央操作室と言いましてソフトを使いましてシステムでボイラーの監視を行っております新たな取り組みの背景には木のリサイクルをめぐるある変化があった。 これが製紙用として私どもが出荷しているチップなんですけれどもあのこういったものは紙の原料になる最近ですと住宅でも合板の類ベニヤですとか、えー、あるいはまあフローリングなんかでもあの合板の類になってますので、ね、ああいったものになると木材だけでなくて糊が入ってくるで貼り付けになりますよねでのが入っているものに関しては紙にリサイクルができない紙になるものっていうのはおおよそ7割から8割。 10年ぐらい前はリサイクルできてました紙に最近ですとやはり、えー、合板の類いのものですとかあるいは修正の柱ですねこういったものが増えてまいりましたので我々に持ち込まれる原料が半分半分かもしくはどちらかというとこの燃料用の方が増えてきているそんな流れになってきています私どもはお客様にこっちだけ持ってきてくださいねって当然言えませんうまく紙にリサイクルできるものは紙にリサイクルしていこうそして 紙にならとない,い,いうことで今回の発電事業に踏み切ったとさらに山室木材工業は長浜市に木造のハウスを建てて農園芸事業に参入した弊社のチップ事業部で製造しておりますチップを利用しましてそれをボイラーで燃焼させて温水を作りましてそれを配管で通してこのハウス内 に温風、えー、を出して、それでハウスの温度を上げております。渡辺さん、中に植物がたくさんあるんですけど、あれは何ですか？はい、ミツナリです。ミツナリ、三成というと石段ミツナリのミツナリですか？はい、マンゴーのミツナリです。マンゴーのミツナリ。いや、マンゴーというと南国のイメージなんですけど、なぜここでマンゴーなんですか？はい、えっ、ー、と降雪地帯、結構雪がよく降るので。 ななかなか、えー、とこのまま普通の状態では南国のフルーツというのが育ちにくいのでハウスの中でしたらか温度管理なんかもできますのでマンゴーを今北道のハウスで栽培しております高級品ですよねそうですね、うん、どれぐらい取れるんですかえっと今年収穫したのが78月なんですけど、えー、今年は137個マンゴーが取れました来年からはまた販売も考えておりまして贈答用のマンゴーというのを考えております 工作放棄地を活用してニンニクを栽培しているほかハウスの販売もしているまあパイプハウスに比べると非常にまあ大きく高く設計できるというのと鉄骨に比べると安価に作れるというところですね。なんかこう木の香りがして そうですの他にないハウスなので非常に景観もいいのであの大変そういうところを気に入っていただけるところもあるのかと思うんですけども、うん、弊社のグループ会社にあの住宅用の,そのプレカット材を作っている会社がありますのでそれと同じ構造材を使用しておりますさらに滋賀県が治水ダムとして管理する姉川ダムでグループ企業が水力発電事業を行う予定もある姉川ダムといいますって、まあ、昔の旧伊吹町なんですけど。 ここでまあ再生可能エネルギーとして水力発電所もまあ魅力に感じましたんですのでそこにやってみようということを公募したんですけどもともとあの水力発電所の実績にあるというようなことがまあの謳われておりましたので私どもとしまし,ましてはまあ人材派遣と業務の請け負れでお世話になっておりますあの大垣市のイビデンさんの方にご依頼させていただきました。今のの予定でいきますと来年の1月の 中旬に我々法人業者として市街計算が協定を結んでいただいて2月くらいにまあ工事を着工させていただいてまあ来年のまあ12月くらいにまあ稼働させていただくようなスケジュールになっております新たな挑戦を続ける山室グループ山室木材工業下村和幸さんにとってもこの10年は山あり谷ありの日々だった、えー、ある 大手の企業様のパレットをずっと製造させていただいておったんですけれども大体いいそこがですね当社のパレット事業部の売五上ーの35%ぐらいを占めておりましたでここがですね私が4月に社長引き継いだと確か7月か8月だったと思うんですけれども、まあ、そこの工場のラインがピタッと止まったという大きな転換期がございまして。 えー、それこそこれは困ったと35%一気になくなりますんで、えー、なんとかせんにはいかんとでまあなんとかですねその中でみんな一丸になってですね少しずつその一社では埋まりませんのでそれだけの売上を埋めるということはできませんので、えー、何社もそれこそ営業をかけてですねいろんなところにお力をお借りしながら少しずつこう売り上げを戻していって。 い年、まあ、年半から2年ぐらぐで、えー、そのの当時の売上には戻すことができてバイオマス発電所では再生可能エネルギーの固定価格買取制度が追い風になったななんとか実現したいなでもあの利益を生まないものはやっぱり継続できませんので他方面で、えー、お話を伺いながらやってきてでそしたらこう世の中の環境も少し整ってきたで我々を後押ししてくれたそういう部分もあって、まあ、これに踏み切れたのかな 主に扱っているのは買取価格の安い木質廃棄物高い未利用間伐材ではなくても収支を合わせられるよう工夫をしているあの世の中にです、ね、今たくさん、えー、バイマできてきててま,まあ滋賀県ではあの今のところ当社だけですけれども木材資源の取り合いっていうものが出てくるかと思うんですけれども私どもはもともと設計自体が、えー、他社さんとちょっと違うのは自分のところにある。 いわゆる木材チップがどれぐらいもともと当社は木材チップを製造しておりましたのでそれを外へ販売している分を自家消費をしたらどれぐらいの電気が作れるんだろうということでプラントを設計しましたのでまあそういった意味ではあのそんなに無理をしたあの数字ではないかなというふうには考えております既存事業を発展させて新事業に挑む山室グループ木材人材派遣に次ぐ柱になれるのかエネルギーというのは 我々からすると本当に3本目の大きな柱になるだろうなっていくだろうという、まあ、期待だけではなくて本当にそういう何て言うんでしょう思いを持ちながらやらさせていただいている事業ですのでこのエネルギー事業というのはこれからまだまだ伸びていくというふうに考えています、まああの。ただ発電所もキャパがありますので、まあ、これ以上逆に言うとその これまた24時間稼働してますのでなかなかこれ以上動かすことは難しいんですけれども今後は民だけではなくて何かしらその公共のそういう間とですねうまくこうマッチングをさせていただきながら我々がご提案させていただきながらですね例えば病院ですとか老人ホームですとかそういう公共施設に熱として今度は供給していくとかいうことが今度の次の事業として考えていけないだろうかと。 あのやはりそういったところでも化石燃料をたいてボイラーを動かす、えー、ということで、えー、いろんな蒸気を使いになられたりあるいは温水を使われたりとかっていうところがたくさんまだまだあるかと思いますでこういったところをバイオマス化をしていくっていうことによって、えー、化石燃料を減らす自然エネルギーに変えていくっていうことがまだまだできるはずですので単純に電気を作るというエネルギーだけではなくて熱を供給していくっていう事業も今後は考えていきたいなっていうふうに思っております。 いやまさにあの変化に対応されていいるという感じでしたね、うん、あのこういったあの変化に対応ができるしかもあの本業の一番強い部分を生かしてですね対応できて素晴らしい会社になっておるのがあのフジフィルムさんとかですけども、まあ、これからですねあのこの時代を生き残っていくためにはですね、まあ、こういった本業の強みを生かして成長していくっていう取り組みこれは、ね、もう必須条件なんじゃないかなと。 いうように思っております、うん、あの同じです、ねうん、フィルムの会社でもコダックの場合はこれはううままく変化ででできませんでしたよねそうですねそす<ー>どうしてもフィルムにこだわってしまって、うん、それを残し続けてしまったんですねその間にフジフィルムさんは衣料品であったり、えー、化粧品であったりとさまざまな分野に、えー、成長を見いだしてあの努力されたことが大きなあのその勝敗の決め手になったんじゃないでしょうかね。はい ただやはり根幹になるその軸の部分ですよね。はい、このバランスがですね、すごく大事ではないかなと思うんですが、あ、はい、たにいかがでしょう。上場企業でもあのそういったことであの栄枯盛衰というかの見てきております。うん、そうですね。はい、以上特集でした。ここで一旦コマーシャルです。それ聞いてみよう。さあこのほどですね。 アメリカが利上げに踏み切りましたですよねこの利上げがですね2016年の世界経済にどういった影響を与えるのかつまり今日はお伺いしたいと思います、はい、あの利上げに関しましては結論からするとあまり心配をする必要はないのかなというふうに思っております、えー、とそもそもですねアメリカという国はあの雇用情勢もいいですし景気もあの非常に堅調ですあの利上げをするかかしないかといとうよりは 利上げをしてしかるべきマーケットであったというのがまず結論なんじゃないかなというふうに思っております、えー、とあとですねあのイエレン議長が再三あの文章でも言葉でも伝えておりますけどもあの今回の利上げはですねかなり緩やかな、えー、利上げになるというのがあの見,こ見通されております数字で言いますと2年で2%ぐらい2年間かけて2%までしか上げないような見通しになっております ちなみにあの前回リーマンショックの前の利上げ局面というのは2年間でですねそういった意味で今回はかなり慎重な利上げになるかと思いますのであまりマーケットに大きな影響があるわけではないのかなというふうに思っておりますのとそれ以上に非常に重要なあの今回の利上げで重要なことがございましてアメリカだけですね 金融政策の手段で金利を上げる下げるというです、ね、2つの手法を手に入れたっていうことが非常に大きいのかなと思います他の先進国はもうこれ以上金利を下げるという行為には非常に難しくなっておりますただアメリカはその機能を手に入れたわけですよねあのもし世界がガタガタっときた時に世界に一番影響力があるアメリカですからアメリカがそういった金融手段を手に入れたということ自体が あの世界経済ののの安定ととといいいうももにつながるるっった見通しもあるのではないかなと思っております、うん。あの一部報道では、まあ、利上げをするということは、えー、引き締めるということですから、はい、これが世界経済にとってはよくないことではないかというふうなそういった論調もありますけれども、はい、もちろんですね利上げなのでお金はアメリカに戻っていってということの流れになるんですがそもそもですね日本もヨーロッパも あの大きな金融緩和中でですすよねね方向的にです、ね、アメリカは利上げをいたしますけども世界の金融の緩和の情勢というのはここから2年以上まだまだマネーが供給される状況になるかと思いますそういった意味でもですね大きな影響はあまりないんじゃないかなというふうに思っておりますなるほどじゃあですねそういった環境の中2016年の日本経済ですね、はい、これはどういった影響を受けるんでしょう、はいえー、と当社としましてですね、えーまあ、日経平均株価 こちらで言いまして来年は二万三千円<ー>、えー、為替に関しては百三十円というのを見込んでおります。えっとですねこれはですねあの、えー、いくつか理由がございます。はいえー、一つがですねやはり財政政策ですね税収が上振れておりますのでぜ、えー、あの財政政策の余地があるといったことであり、であとあ金融政策ですねあの日銀はこれからまだ金融の追加の緩和の方向に、えー、あるかと思います。 えこちらも支にななるのかなと思います、えー、そしてですね何よりもあの日本の会社の業績ですね89年のバブルの時の利益のなんと2倍以上稼いでおるのが実は今の日本企業なんですよそうなんですか、はい、そんなに稼いでいるんですか、はい、実感がないのは今の企業はグローバル化しておりますので海外に工場を作って海外で販売をしておりますので実感がないんですが 株価というところでいきますと日経平均が2万円、うん、2>, 2万3千円になったとしても決してそれがバブルということではないんですねフェアバリューではあるんですよ。うん、業績だけで株価が上がるわけではないんですが十分に今までの物差しであの高くないと測れる水準の利益を上げておるのが今の日本企業になっております。そ、うん、そししててて日本にににははさらら恩恩恵恵があっ原油安ですすよねこちらは非常に恩恵を受けるかと思います、えー、そして先ほどの あのアメリカの利上げにもありましたが、アメリカが利上げ方向ということで、緩やかな円安が続いていきます。こちらも、日本のですね、えー。業績を良くしていく、大きな作用に働いているかと思います。あの今まで、日本企業は外に、えー、外需として、外に物を販売しておったんですが、今はですね、国策で人を日本に呼んでおります。いわゆるですね、日本の内需企業が。 外需企業化している可能性があるわけですよね。うん、あの、特にですね。この分野の波及は非常に大きくて、あのインフラ関連であるとか、えー、ホテルの需要であったりとか、様々なものに発展している可能性があります。ただ、まあ今まではですね。非常にいいことが並びましたけども、はい、リスクということも考えておかねばいけません、ね。ね、はいえー、株価で言っても全ての指標において変動幅が高くなりますね。こちらは非常に要注意なのかなという風に思っております。のと、もう一つはですね。やはり。 原油が下がっておりますので先進国にとってはいいことなんですけども新興国にとってはやはりあまりよろしい状況ではないんですよね、そこはやっぱ要注意なのかなと思うんですが、結果、そういう話が出ますと世界の金融情勢というものがより緩和的な方向に働いていくかと思いますのでそういった意味で最終的には大きな問題にならないのかなというふうに想定しております。なるほど県内企業もも、ねまあ、リスクも見ながら チャンスをですね、はい、掴んでいっていただきたいですね、はいはい、ではここで経済イベント情報です市街高連携ものづくりネットワークの今年度2回目の会議が来年1月21日に大津プリンスホテルで開かれます会議では滋賀県立成人病センター研究所長の伊藤十一さんが内耳障害、難聴、めまい、耳鳴りの診断法 治療法に対する新規機器の開発についてと題して特別講演を行いますなお参加は無料です滋賀銀経済文化センターでは財務体質の強化を目指す資金繰り実践講座を1月22日に大津市の滋賀銀浜町研修センターで開きます講座では運転資金の計算方法や資金繰り表の作り方 キャッシュフロー経営の実践などについて学びますなお定員は30人で料金は3000円です経営安定セミナー0円で8割をリピーターにする集客術が1月26日に長浜商工会議所で開かれます講師はコンサルタントの一円勝彦さんですなお受講料は無料です 加熱式タバコって聞いいたことああありますああますすののござ新幹線とかによくねポスター貼ってありますもんねそうなんですよ実はですねこちらをご覧いただきましょうオープン12月17日大阪・梅田にオープンしましたアイコスストアなんですね、はい 加熱式タバコアイコスの日本最大の機関店なんだそうですけども、あのアイコスの購入はもちろん体験することもできます。はいはい、アイコスはですね、マールボロで知られるフィリップモリスが健康へのリスクが低いタバコを目指して開発してきたんですね。はい、あの使い方は充電式のホンダーに専用のタバコをセットして吸うだけで、はい、出てくるのはニコチンを含んだ蒸気で、従来の紙巻きタバコとは違って。 火を使わななないいいために煙がが出ず臭いも少ないが特徴なんですね、うん、あの空気を汚さないという理由から全面禁煙の店でもアイコス OK の店が増えてきているそうなんですけど、はい、このうち東京都内にあるカフェでは11月から禁煙エリアでアイコスが利用できるようになりました <laughs> 張ってありますねね<え>はい徐々にこうやって増えてきているみたいですね。はい 禁煙の方もです、ね、喫煙の方もです、ね、同じ癒される場所をです、ね、利用していただきたいであコスなら大丈夫であろうと私自身やはり、えー、数か月知ってますけれど周りから言われてませんのでこの部分ではいいのかなというふうに思って導入しました12月の初め沖縄で開かれた室内環境学会で、えー、実はですね電気加熱式たばこは空気を汚さないという研究発表も行われているんですね、はい フィリップモリスでは紙巻タバコの喫煙よりも有害物質の量を減らせるかどうかを見極めようと検証を続けているということなんですね。はい、このアイコスいかがでしょう。いやあの使ってみたいですね。あのあって普通の、ね、今禁煙ばかりのところで。 あのアイコスでしたらっていうことで使えるなんていうのを今日初めて知りましてびっくりいたしました本当とに平さんはタバコ吸われますね吸いますねはいやっぱりこういうものに興味あったんですかそうですねあのいつも先ほどじゃ新幹線で見させていただいてあの買いたいと思ったんですがあの滋賀県で売ってないんですよね大阪東京でしか買えないその辺で買えるってちょっとぜひ今度あの購入してみたいなとはい一度梅田のアイコスねぜひお願いします さて次回は新春スペシャルです。こちらをご覧ください。滋賀経済になう新春特別番組は今年のテーマは地方創生。観光で滋賀を元気に。いろんな方からお話を伺います。どうぞお楽しみに。ぜひこちらの方を皆さんご覧ください。平田さん今年一年いかがでしたでしょうか。もう非常に充実した一年でございましたね。 株価も上がりましたしね。はい、来年もまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週のコメンテーターは野村証券大通支店の平和和也さんでした。ありがとうございました。滋賀経済ナウ、今年一年ご覧いただきまして、ありがとうございます。また来年もよろしくお願いいたします。次回もどうぞお楽しみに。